え、今週、アイラー、また発売しまして、音楽の話をしようという対談連載。対談なんだけど、雑談みたいな感じですごい適当に喋る。その雑談の中になんか、ポッとお、おみたいな、ワード、本質みたいなものが浮かび上がるみたいな連載をちょっとしてるんですけど、えー、その連載の月1でゲストが変わるんですけど、 今回のゲストはですね、郷崎悟さんという、えー、作詞、作曲家であり、音楽プロデューサーである、えー、崎悟さんなんですけど、えー、せっかくね、えー、もしかしたら、 えー、光崎さんってどんな方だろうと思っている方もいるかもしれないんで、今日のね、選曲、こっからの選曲、あ、イエローミュージックと、あと僕の弾き語りこの後ありますけど、えー、それ以外の選曲はですね、郷崎さんが作った曲、縛りで今日ちょっと行ってみようかなと思っております。えー、まず1曲目。 お送りしましょう。これは化け物語という、えー、アニメのね、主題歌にもなってましたね。あの、郷崎さんはもともと、えー、ゲーム会社に勤めていらっしゃいまして、そこで作曲、音楽制作活動してたんですけど、えー、そこら独立されまして、今は、えー、作詞、作曲家、音楽プロデューサー、いろんなもうアニメとか、えー、それこそアーティストの方の、えー、楽曲制作とかもやられておる方でございます。えー、け物語ノの中からですね、これ聞いてみましょう。戦国なでこで恋愛サーキュレーション。 お送りしたのは「化け物語」より「戦国なでこ」で恋愛サーキュレーションでした、えー、静岡県コロスケ、えー、恋愛サーキュレーションいい曲かけるじゃねえかってこといい曲なんだよこれはねあの2009年にアニメ放送開始だってってことはもう7年前かすんごい経ってるんだねこれ出た瞬間もうめちゃ鬼のように聞きましたけれども あのね、明らかにこの頃からあのこの曲がリリースされてからあの女の子のラップっていうものがアニメの中でも J−POP の中でも、ね、明らかに増えたんですよだからこういう風にアイドルの女の子の,あのアイドルの子の、えー、シングル CD とか、えー、そういうものでもねラップこういう柔らかいラップとかがこうガーンと増えまして、えー、こういう感じでですね、その連載でも言ってるんですけど香、えー、崎さん実はでですすね、ね、音楽界の歴史をです、ね、こう、 知らず知らずのうちにこう塗り替えてる人の一人なんじゃないかと、えー、僕は思っております。そんな感じで今日は郷崎さん縛りでね、行きたいと思います。えー、今日は郷崎悟さんの曲縛り。えー、皆さん知ってますか文字ぴったんというゲームがあったのをご存知ですか、えー、僕すごい好きでした。えー、その中の曲。しかもその曲をですね、えー、カプセル、えー、中田康隆さんがリミックスした曲でございます。えー 古原奈々さん、えー、で2人の文字ピッたン、えー、ファインセラミックス今日は香崎悟さん、ねえー、が作った曲縛りでお送りしております古原奈々さんで2、えー、人の文字ピッたン、えー、ファインセラミックス、えー、リミックスは中田康隆さんでございましたえー、っとね今日は香崎悟さん、えー、作曲家僕ね大好きな、えー、前をかけた、あのー、アイドルマスターの、あのー、マスターピースとか も光崎さんの曲ですねあと、なんだ、えい、ー、いや、<laughs> 名前が出てこなくなっちゃった。えー、次かける曲は、僕がね、えー、ものすごく大好きで、えー、僕ね、アニメとか、いわゆるこう、えー、オタク文化と言いましょうか、えー、僕、そういうのに触れたのは小学生の時で、 えー、一番最初が僕、スレイヤーズという作品だったんです、えー。まだその時はね、ライトノベルって言葉がなかったんだけど、富士見ファンタジア文庫から出てて、で、えーまあ、今で言うライトノベルなんだけど、えー、その作品がすごく好きで、えー、その作品のねコミカライズが載ってたりするドラゴンマガジンってやつをですね、迷子を読んでて、でそういう感じで、 えー、どん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 髪の毛が伸びていき、ですね、えー、僕、ロン毛になりまして、えー、ロン毛に眼鏡、えーねえー、めちゃくちゃオタクの、もう見てくれ、完全にオタクという、えー、中学校も、えー、6冊ぐらい漫画を、漫画の中に <laughs> 詰め込んで、毎日こう読みながら、えー、そして深夜ラジオね、録音した深夜ラジオを聴きながら、学校2時間かけて通ってましたけども、でそこからですね、 まあ何を思ったか僕、本当に今でも後悔してるんですけど、モテたいと思いまして、で、本当に俺も、本当に今でもその時の俺に、お前はクソ野郎だって言ってやりたいんですけど、嘘ついたんです、俺はアニメが嫌いだと、俺はアニメが嫌いなんだ、二次元が嫌いなんだって思い込んで、それまですごく優しく接してくれた、その、ね、そういうアニメ好き仲間の人と、えー、急に、ちょっとこう、なんつうの もう本当に最低だと思う。えー、ちょっとなんか急にね違う,違うモードになるんだと。俺はなるんだってなって。でもその時からずっともうあの演劇っていうものとか、あと、えー、音楽っていうものはもうやってたんで、えー、そっちに集中しようと、えー、して髪の毛もバッサリ切りまして。でもさ、忘れられないんだよ。<laughs> 俺は二次元が好きなのだ。 でもそれでもっと我慢できなくて我慢できなくてもうそういうダメなね学生だったわけです本当に後悔してるマジで本当に後悔してるんだけどでもまそのおかげでギターの練習も頑張ったし、えー、演劇も頑張ったしそれが今につながってるんだけどあの時俺がその友達にした行為は本当に最低だったと思うし、えー、なのでめちゃくちゃ後悔してますけれども。 えなので、えー、それをもうやっぱり無理だと、えー、高校生の時にはもう無理だってなって、えー、復活しまして、でそこからまたどっぷり使ったアニメがありまして、それがラキースタという作品だったわけです、でラキースタ、ね、ビデオに録画して、見ないと寝れないという謎の病気にかかりまして、<laughs> もうね、安心するんです、見ると、ね、本当に。 僕はヒイラギ司さんというキャラクターが本当に大好きだったんですけど、えー、そのアニメの曲も香崎さんが書かれていて僕が本格的にまたこうアニメとか二、えー、次元とかにどっぷりこう使うきっかけになっ,て、えー、なった曲でございます。えー、聴いてください、えー、オープニングテーマですね「えー、ラキスタより、えー、泉小方ヒイラギ鏡ヒイラギ司宝美幸でもってけセーラ服 すごくないこれはね、インストも最高なんですけど、めちゃくちゃファンクなんですよ。えー、で、これがですね、えー、当時、オリコン2位になると大ヒットしまして、これ、素晴らしいことだと思いますね。えー、ラキシタより、もってけセーラー服でした。えー、さあ、えー、今日はですね、小崎悟さんの曲、縛り。えー、この曲、えー、アイドルマスターというね、ゲームの中でですね、えー、アイドルの方が、まあ、たくさんいらっしゃるわけですけども、あのー、その中で、なんと唯一、 事務員の方がいらっしゃいまして、えー、おとなし小鳥という方なんですけど、えー、その曲が歌ってる曲がありまして、なのでアイドルじゃないんですけど、えー、ファンの人気投票でソロ曲で一位になったという素晴らしい名曲を送しましょう。おとなし小鳥でソ空、えー。この曲もですね、僕が好きな最後のサビだけ、はい、あのコードがどんど変わっていくという。あなたの方との練習する時は、こう時間をな、うん、自信をなかなか持てないものですけれども、うん、ま今日はもうたびたびもうご紹介してますけれども。はい 新境地に挑む、悩める、あの方にお話を伺っています。声優の花澤香菜さんということで。うんはい、花澤香菜さんって、どんな方なんですか?。えっと、声優さんでです。僕もそんなにもう、むちゃくちゃ詳しいわけではないんですけども。うん、僕の好きな声優さんです。はい。はい。あの、いろんなアニメに。あの、あ出たりですね。うん、ええー、歌を歌ったりですね。うん、ええー。最近。最近というか、もうすぐですね。歌手デビューをされるという。ああ<ー>。で。 僕はあの,その戦国なでこっていうキャラクターを「化け物語」という作品の戦国なでこってキャラクターで初めて知って、はい、でもそのと同じ時期に「クラゲ姫」っていうあのまあアニメもやってて、はい、その主演のえ月見ちゃんで会ってたかなもや,、うん、や,やってて、えー、でそういう時期もあったらあっこ,これとこの役の人と同じだと思ってでそこからすごい好きになったとっいう、うん、えそんな人です。 いやもうだってねもう大大大人人気気もも声優さんなわけです、うん、もうあの人一気に一気っていうかその人一クールワンクールで何作品出るんだっていう、うん、<laughs> どんだけどんだけ役を演じ分けるんだっていうぐらい、ねうん、出られててですね、うんえー、もうそのもちろんそのねえー、となでこさんがきっかけですけどもいろんな、えー、作品を見てですね、えー、お礼も俺を。 俺の妹はこんなに可愛いがけがないの黒猫とかですね、えー、本当に素晴らしいんですよ <laughs> <laughs> であのそうそうラジオもよく聞かせていただいておりまして<ー>、えー、人かなというね、えー、人でできるかなっていうの、ね、をよく聞かせていただいてるんですけど面白いんですよ花澤香菜さんの素晴らしいところはですねな,なんていうかあの人に媚びないところがですごいマイペースなんですよであのすごいなんていうか落ち着いて変なことを言うっていうのがですね <laughs> <laughs> 本当に素晴らしいです、うん、だから本当あもう自信もも持てばいいのにな持ってる持ってる部分もすごいあると思うんですけどね、はい、池上彰池上彰か <laughs> うんすいません次言ってください <laughs> <laughs> 結論が出ないだってもう十分素晴らしいですからああ<ー>、うん